はい、R です。お疲れさんです。はい、もうぼちぼち R ですっていらんかもわからへんね。はい。まあ、そんな話はどうでもいいんですけど、今日はですね、珍しく写真の話です。はい。そしてテイク2です。はい。1回目撮ったんですけどね、動画ファイルがね、壊れててね、撮った後のデータがね、ちょっと編集かけられへんくて、まあいろいろちょっとやってみたんですけどね、それでもちょっとダメで、はい、編集がかけれなかったんで、もうちょっとね、再度、撮り直しということで、はい、もっぺんね、撮ってみることにしました。はい。で、まあ写真の話は、まあ写真の話なんですけどね、野鳥写真の話で、まあ、野鳥写真の中でも、まあ、僕が、まあ、勝手に名付けて呼んでる風景的野鳥写真の話で、まあ、どういう写真かというと、その、風景写真プラスアルファで、まあ、野鳥が入ってると。はい。いう写真を、まあ、僕が勝手に名付けて呼んでる、まあ、風景的野鳥写真の話で、今まで思ってた風景的野鳥写真と、ちょっと最近こう考え方が変わってきて、まあ、ちょっとね、今までこう、ごちゃごちゃ自分の中で、頭の中でこう、ごちゃごちゃしてた部分が、ちょっとスッキリした部分があったんで、まあ、ちょっと動画にしようかなと、まあ、思って、まあ、撮ってます。なんで、ほんまにね、自己満的要素が強くて、まあ、かつ、僕の思ってる風景的野鳥写真なんで、一般的の話じゃないかもしれないんでね。はい。なんで、そこはね、僕個人的に思ってる部分が強いんで、はい。まあ、ご容赦いただけたらありがたいかなと思います。はい。で、まあ、風景的野鳥写真の中でも、僕が、これは違うやろって決めてるルールがあって、それは、ただ単に引いた写真。風景的野鳥写真じゃないっていうのは自分の中でちょっとルールがあって決めてて、ただ、その先っていうのが全然、もやもやごちゃごちゃしてて、何にもちょっと、定まってなかったんですよね。で、何をこう思って撮ってたかというと、風景的な写真、プラスアルファで野鳥が入るんで、風景写真としてはもう抜群というか、自分にとってはもういい写真ありきで、そこに野鳥がポンと入るっていう写真を目指してるんで、めちゃくちゃやっぱ難しかったんですよ、自分の中でね。風景的野鳥写真っていうのが。そう。ただ、それは、さっきも言ったんですけど、目指してる写真であって、目標なんですよね。目標としてる写真が、風景写真の中でバッチリであって、なおかつ、まあ、それがワンポイントで入ってると。いうのを、まあ、目指してやってるから、目標であって、その、ジャンルというかカテゴリーではないんですよ。ただ、自分の中での風景的野鳥写真というのは、そうやって勝手に決めてやってたんで、めっちゃ難しかったんですよね。はい。ただ、まあ、この間のライブで、まあ、背景写真、まあ、皆さんから、まあ、いただいたりとか、その中でいろんな話がこう出てきたりとか、まあ、してる中で、自分の中でこう、いろんなことを噛み砕いていったら、風景的野鳥写真って別に鳥ありきで、別に風景として、鳥が入って風景として成り立つんやったらそれでいいやないかっていう、まあ、考えに自分の中でなってきて、ちょっとね、気持ち的に楽になったというか、スッと、まあ、入ってきたんで、そう考えてみると、今後もちょっと撮りやすいなって思ったんですよね。で、まあ、ちょっと、まあ、作例をね、ちょっと出すと、この写真。はい、ここにま、野鳥がおるんですけど、この写真でも、結局、ここに野鳥がおらへんかったら、シャッター切ってないやろなって思う風景なんですよ。野鳥ありきで撮った風景なんで、風景的野鳥写真じゃないって思ってたんですよね、自分の中で。ただ、さっきも言ったように、それはただ自分の目標の写真であって、撮りたい写真であって、ジャンル、そのカテゴリーじゃないっていうことにはならないんですよね。だから、これも風景的野鳥写真。野鳥が入って、この、まあ、水面が赤く焼けてっていうのを、この野鳥があるから成り立ってる写真も、まあ、風景的野鳥写真でいいやないかっていう風に、僕の中でちょっと変わってきたんですよね。で、この写真は、まあ、以前でも、ま、風景的な野鳥写真やと、自分の中でも思ってて、この天使の階段っていうかな、天使のはしごっていうかな、はい。これがありきの、ま、ここに島があって、まあ、水面が反射して光って、みたいな。で、まあ、そこに野鳥が飛んでると。で、これは野鳥が飛んでなくても自分の中では風景として、まあ、シャッター切ってるやろなと。
風景的にも、まあ、切り取って撮ってる写真やるなと思うんで、これは風景的な野鳥写真やっていう風に自分の中で思ってたんですけど、そうじゃないんやと。これが、まあ、目指してるというか目標にしてる写真、風景的な写真で自分の思うような、まあ、天使のはしごが出てたり、水面反射してて、ここにまあ複数の野鳥が飛んでると。で、まあ、島がポンって浮いてるっていう、この、まあ、雲の感じとかも含めてね、タイミングがバッチリあって、まあ、撮れた一枚やっていうのがあるんで、こういう写真をまあ自分が目指して撮って、やりたい写真の目標になってるんで、ただ、この先もやっぱあるんですよね。まあ、雲の感じをこうしたり、ああしたりとか、天使の端がもうちょっとはっきり出た写真が撮りたいとか、その写真に対して、やっぱさらに目標もやっぱりあるんで、だから、自分が目指して撮った写真も、やっぱ100点じゃなくて、それはなんでかというと、自分がやっぱこう、撮りたい写真と、カテゴリーのこの違いをね、自分が全然分からずにこれもこの時も撮ってるんで、だからもう一つなんですよね、自分の中で感じてるのは。だこの写真も、だからそうなんですよ。自分の中で風景的野鳥写真かどうか分からずに撮ってる一枚なんで、あんまりちょっと自分の中でもしっくりきてないっていうのがあって、ただ、あのね、自分でやっぱちょっとハードルを上げすぎてるっていうのも、正直、まああるなと思ったんで、まあ自分に甘えてるんかも分からないですけど、やっぱりね、この鳥が入っても風景的に、まあバッチリやったらもうそれはね、ジャンルとしてカテゴリーとして風景的野鳥写真にええやないかっていう風に、まあ最近ね、まあいろんなこうヒントがあってなんですけど、やっとそれが自分の中でこう分かってきたっていう、まあ感じなんで、まあこういうね、一個だけですけど、すごいこう自分の中で変化、まあした部分やったんで、改めてね、ちょっと今回動画にしたんですけど、まあ僕がね、これ思うような写真の内容なんで、感性は人それぞれなんでね、はい。まあそうじゃないっていう人ももちろんいてはるでしょうし、そうやって、まあおっしゃる方もいてると思うんで、はい。そこはもうここに違うんで、一概にね、僕のこの今の動画が全てではないんで、まあね、皆さん多分分かってると思うんですけどね。はい。逆に今更何言うとんねんって思われるかもわからないですけど、僕の中でちょっとね、大きな変化があって、まあこの写真も風景的野鳥写真でええやないかと、はい。いうことを、まあ最近思いましたんで、はい。まあ野鳥がありきでも成り立つというので、はい。まあそんな感じで考えると、自分の中でもこう風景的な野鳥写真もっとね、はい、撮れるっていうのが、まあ撮りやすく楽しくなるんかなっていうのを気づけたんで、ちょっと難しく考えすぎやったんですよね。はい。ただ、やっぱりね、ルールとして、ただ引きの写真っていうのはやっぱ自分の中で、やっぱそこはルール変わってないんで、ただ引いただけの写真っていうのは、やっぱりちょっとね、自分の中では違うなっていうんで、まあ、どうなんかな、それが、まあ、認定する認定せんっていうのは自分のさじ加減なんでね、はい。まあ、そんなんもね、まあ、そこはまあ、ブレずに、今後もまあ、やっていきたいなと。はい。いう感じで、今回この辺で、まあ、終わりたいと思います。はい。ちょっと、うまいこと喋れてないかもしれないですけど、はい。まあ、一応、そんな感じで、まあ、今回、この辺で終わりたいと思います。はい。お疲れ様でした。